始まってるじゃないですか。びっくりした。始まってるじゃないですか。はい、ということで始まりました。マーキューライブ、本日は237回目、ツイキャスと合わせると、269日目でございます。皆様、こんばんは。今日のゲスト、花見達也です。花見達也です。ウェイウェイ。ウェイウェイ。269。明日で270。おー、おめでとうございます。9ヶ月ですね、明日でじゃあ。おー。327。何がですか ?9 ヶ月。9ヶ月目です。おー。9ヶ月間配信した。だから、あさってからは10ヶ月目になります。おー。まだ1年やってないんですね。やってない、やってない。4月からだもん。いやー、すごいですね。いやー、長いですね。長いですね。長い期間やってきましたね。はい。私も。私のね、私の友達のミシェル君。ミシェル君が。ミシェル君。ミシェル君が。今日お邪魔しました。はい、かわいいでしょ。こっちか。どんなことか乗っけます乗っけれますどんなどんな動画ですか、はい、どんな動画ですか僕のミシェル君を、はい、今日は途中から来た人なんやと思うやろわからん人何をなんや今日ど真ん中に骸骨いるという感じね。いやでもね、これを皆さんのコメントでね埋めたらね分かんない。そう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 。これおもろいな。はい、はい、ということでね、まずは、昨日の、2AW 年内最終興行、グランドスラム in 後楽園ホール大会に、ご来場もしくはあれ。ニコニコプロレスチャンネルの生中継をね、ご視聴、いただいた皆様、あとはいけないし見れないけど念を飛ばしてくださった皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、福袋クエスト勇者の衣装当たったという方もいらっしゃいます。すごい。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。クエスト勇者の衣装出したんですね。そうです。勇者の衣です。勇者の衣。ただまだね。今回はそれしか入れてないですけど、なんかもしかしたら限定作ってた限定30個の福袋がもう昨日で売り切れたんですよ。うわすごい、ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。おかげさまです。ありがとうございます。それでね、もしかしたら、福袋といえば、年明けからが、メインじゃないですか。確かに。だからもしかしたら、数量限定で増版する可能性もというまさかことだったので、ね、追加分でもしかしたら、また勇者の何かが手に入るかもしれない。けんけん。あ、なんでしょう。うわあ、買ってからそして引いてからのお楽しみですね。え、骸骨怖？骸骨じゃないですよ。ミシェル。僕の友達のミシェル君です。はい、どうしようかな。なんかわかるんですか。まあそうですよね。やっぱでも。急に来た人はね、やっぱそう思っちゃうんですよね。違うんですよ、ね、骸骨じゃないんですよ。僕の友達のミシェル君でございます。急に何言ってんだと思う人もいるかと思います。まあね、今日はそんな感じなんで、何とぞね。あ、そうやればいいんですか。なんかすごいことしておりますよ、今、ホナミさんが。お来た。おお、すごい。これいいですね。ありがとうございます。はい、友達、お友達ですよ。寂しいんやな、そんなことないですよ。ミシェル君がいますからね。そんなことないですよ。これどう映ってんだろうな、マジで。怖いのかな。本当これ大丈夫ですよね。なんか危険なコンテンツに含まれますとか言って、また止まったりしないですよ。まあ、多分それに関しては、多分この放送だけになる可能性もある。ああ、なるほど、なるほど。で、多分大丈夫だとは思います。やめてくださいよ、今日ミシェル君やっと出れたのに急に敵になってミシェル君敵になったら、まあね、その可能性は大いにありますけど。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ミシェル様。よかったね、ミシェル君。あなた様のね、友達だから。僕の友達みんな様つけるんですか。そうそうそう、ミシェル様ですよ。すごいな。もちろん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。最高のプロレス収めでした。ね、見てくださった、ね、方々も多くいらっしゃると思いますけどね、見に来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。本当に。まあね、これで、昨日で私たちは、年内の最終の
プロレスを終えて、JW としては、JW としてはもう最後ですね。はい。2020年を無事に走り抜けることができました。いやー、はい、今年も終わりです。いろいろあってもう終わりですよ。あと3日ですよ、3日。あと3日。ひえ。もうあと、今日含めて3日ですか。あともう33日終わり。やばいんですね。2020年終わり。早い。早いね。早すぎる。いやー、今年どうでしたか。いやー、やっぱりね。お、じゃあ、うん、今日は今年の感じをちょっと、表しちゃいますか。いいじゃない、いいじゃない、ちょっと。いや、お互いに、すいません、急に言って準備を。いや、本当にね、今日はあの何もね、別に、最上さんもいろいろしてたし、僕もいろいろしてて、で、急遽出ることになったんでね、何も、大掃除やったんですよ、今日は実は、道場で。なるほど、まだ仕事が収まっていない、なんてこった、すごいですね、大掃除、お疲れ様でした、ありがとうございました。やばい、急に言ったからもう。いやー、ほんとね、皆さんいろいろあったと思うんですよ、今年。ねえ、皆さんの今年の感じは何でしょうか、ほんとに。自分で言っといてまだ浮かんでないんですけどね、今年の感じ。いやー、なんだろうな。はい、これは僕の友達のミシェル君でーす。かわいいでしょ。大掃除もみんなでやったら楽しそう。そんなことないですよ。ちゃんと大掃除大変ですよ。道場広いんでね。その分ね。結構細かいところ、意外とこう、掃除されてなかったりして、ほんと1年分の、汚れとかがあるんで、いや、大変ですね。いやー、びっくりした。あ、すいません。急に言ったもんで。え、大丈夫かな？つなげられます。どうしよう、ペンもないしな、お絵かきもできないし、実はメスじゃないです。そうか、考えたことなかった。ミシェル君どっちなんだろうな、考えたことなかった。ふざけて笹村に怒られてないか心配だった。いや、笹村はいなかったんでね、今日危なかったっすよ。見切り発車だったんですいませんね、見切り発車でございます。もうね、ワーキーライブ、私が出るときは大体そうなんでね、もう話の中でいろいろこう急になんか企画をやったりとかが言われるんでね、まあ、そういうのもワーキーライブらしくていいんじゃないかということでございます。もう浮かんでますか。はい、俺は一応もう浮かんでます。浮かんでる。うわ、どうしよう、僕なんだろうな。一応浮かんでる。なんだろうな、今年の感じ。ちなみにあれですよね、いつもどこが出してるんでしたっけ、今年の感じなんか出しますよね。あれが密だったんですよね。密でしたね、確か。はい、もうまさにその通りでしたね。まあ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 、もう完全にあれでしたね。いや、わかりました。あれ、なんか違うぞ、漢字間違ってるな。この辺が怪しいですけど。いや、まあ大体でいい。大体ですか。大体でいい。はい、見ました。はい、ということで私たちの今年の感じはこちらです。ババ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 バ、あ、お前バン。私は挑む。私は、進むでございます。はい、じゃあ、小谷さんからいきますか。はい、なんでまた挑むなんでございましょう。挑むというか、なんだろう。あ、ミシェルわー、ごめんよ、ミシェル。あ、ミシェル、ミシェル、ごめんよ。やべ、ミシェルがかけてる。やべ、ミシェルがかけてきた。結構繊細なんだな。ごめんよ、ミシェル。ちょっと、やばいな。よーし。やばい、神尿ちょっと変じゃないって言われてる。そう、神尿がね、思い出せなかったんですよ、今。神尿どうだっけな。やべえ、やべえな。え、神尿ってどうだっけ。あー、ミシェル。お前がそこに書いて揺らすから、ミシェルが落ちるんだよ、お前。ミシェル、ごめん。神尿、まあ、神尿は気にせずね、行きましょう。神尿気にしちゃうと、ミシェル落ちちゃうんでね。そう。はい。まあ、なんで挑むなんでしょうか。挑むというか、これは、まあ、個人的にもね、おらしい
社会的にもそうだと思うんですけど、まあ今年、まあ、何がって言ったらもう間違いなくコロナなんですよ。ああ、そうですね、本当に、いや本当そうですよね。間違いなくコロナなんですよ、もう今年を表すとしたら絶対に。はい。で、まあそうなった時に、まあ、今までの生活が遅れなくなったわけじゃないですか。はい。今までの日常が日常じゃなくなった。そうですね。じゃあどうするかって、いろんな人が各々がいろんなことに挑戦してみて、はい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 、でそうやって、その何、例えば、ね、なるべく密にならないようにするとか、うん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 、いろんなことを自分たちで考えて、で挑戦していったのがこの1年だったんじゃないかなと私が思うんで、まあ、それはもうその多分に漏れず私も、そうなんですけど、すごい、だからこの挑むという感じがすごい前向きでいいんじゃないかなと。確かに確かに。なんか密とかちょっとマイナスなイメージがある、ね、どうしてもついちゃうから。なるほどなるほど、うん、そんな感じです。いやすごい、なんかもうめちゃくちゃ大人な意見な気がしてもうちょっとこの後出せないですよ僕はい、進む進む、そうなんですよ、あの、まあ、先ほどもね、もがいさんが言ったように、今年はねコロナにちょっと苦しめられた時期、うん、時期っていうか年だったんじゃないかと、ね、いうことなんですけども、うん、僕はですね、うん、そのコロナが、ちょうどね、あの3月ぐらいですよね、3月に、うん、最後後楽園ホールやって、それからが、そうだね、あの興行停止になったりして、うんうん、できなかったんですけど、興行とかができなかったんですけども、うん、まあ、そこでね、ちょっとね改めてその自分自身を、その逆にその興行がなくなったことによって、ちょっと見つめ直せたかなと、自分自身を。なるほどなるほど。自分自身を見つめ直してて、まあ今あのもう若手4人いますけど、もう当時その、若手3人がデビューして、その3月にチシャリーと正気がデビューして、もうで二木拓郎も入ってきて、これがいよいよあのちょっと一若手として2W でこのままいるわけにはいかないっていうこともあり、ね、ちょっと自分自身を見つめ直し、うん、そして、いつ頃だったっけ、いつその、まあ、数ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、うん、後に、興行が再開して、うん、いろいろ自分の中で考えた結果、その前真下さんたちとやっていくという道も選び、うんうん、でもう自ら自分の信じた道を進んで、うん、進化できたかなと、はい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 、タイトルも、はいはい、タイトルも取れましたし、なんていうんですか、こう逆境の逆境だったと思うんですよ、本当にコロナ でも本当に いろんな、企業とかもそうですよ、うん、プロレス界なんかも本当、ね、全団体苦しめられたと思うんですよ、うん、けど、それに負けず、ちょっと自分で考えて、信じた道を突き進んだら、うん、進化できたかなと。はい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 、はい、言ったような方向ではあるよね。まあまあそうですね、はい、そうですね、うんうんうん、いや本当になんかなんだろう、こうコロナに、本当に負けるわけにはいかないと、うん、もう本当に僕らなんか寄りそうですよ、まあ、夢を与えている職業ですから、そう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 、僕らがより負けるわけにはいきませんか、負けるわけにはいきません、ね、はい、そこを、突き進めたのは僕にとってちょっとでかかったかなと、はい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 、はい、いう1年だったんで、真ということになりました。いい、ね、はい、なるほど、ということで最上さんとほど深くはありませんが、私たちの、今年1年を表すとしたら、私は挑む、はい、で花見が進む、進むでございます。はい、いいですね、いいですね、ありがとうございます。ちゃんとあれですね、真面目に話せました、ね、いいですね、いいですね、あんまそうですね、真面目な話しないんでいいかもしれないです、そう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 、いい機会かもしれませんね、うん、ね、いや本当にね、絶対こうやって今も見てくださって、あ、こうやってスーパーチャットありがとうございます、スーパーチャット投げてくれてる皆さんも絶対苦しんだ時期だったと思うんですよ、うん、今間違いないですね、本当に、ね、え、今もでもまた上がってきてますからね、これが本当どこまで続くのかという ね、 ね、でその何、変異体とかも、なんか南アフリカの変異体とか、イギリスでの変異体とか、そういうのもなんか出始めてる、ね、マジですか、ね、怖いな、そう、まあ本当にね、本当にね、いつ終わるかはまだ分かりませんよ、正直、ね、ワクチンが完成して収まるのか
ていう感じですからね。このワクチンだと効果あるかどうかは、まあ、今ねもうこぞって各国が、研修してますけど、ね、なんか新しいのが出てきて、なんだろう、コロナのまたなんかあれですかね。ああ、なるほど、ね、わかんないですけど、新型コロナの変異体ですよ。本当に、あの、本当この、1年でマジで気をつけてたのが、もともとしてたつもりであったんですけど、うん、よりこう気にするようになったらやっぱ手洗いうがい、うん、その本当に帰ってきたらもう速攻でそれを、そうですね、もう心がけにしましたね、うん、手洗いうがい、で、あとそれにプラスに加えて、あの、やっぱあれですね、消毒、消毒ね、本当その、そう、除菌、それがすごい大事だなって、はい、思いますね、本当に。もうその3セットが当たり前になってきましたね、本当に。ね、手洗って、うがいして、シュッてして。なんかまあ、それでちゃんとインフルエンザの数は減ってるからね。そう、それがすごいですよね、やっぱ。やっぱすごいですよね、でも。これで、はい、これを機にみんな新しいね、このいい習慣が、そうですよね、逆に。当たり前になればいいですよね。はい、で、本当今もうどこでも消毒液置いてるじゃないですか、うん、消毒 の、 あのプッシュするやつとか。本当にそういうのは、まあ、いい方向に行ったことではありますよね。もともとそのコロナがなかったにしろ、うん、やっぱいずれそうすべきことだったのかもしれませんし、うん、そういうところはいいとこかなと思いますね。うん、だから落ち着いてからそのいろんなところをチェックするべきですよね。落ち着いてもまだちゃんとそのアルコールとかを置いてくれてるところはいいところですよ。ああ、そうですね。ちゃんとしっかりしている。いや、本当に、本当そうですよ。いや、皆さんもね、ぜひ、手洗い、うがい、消毒、うん。はい、これをしっかりやって、コロナに負けずにね、そう。出しましょう。2021年をね、よりよく、いや、本当そうですよ。もう終わらしたい、本当に。過ごすためにも、ね、皆さんが一人一人がね、気をつけた行動をとっていけば、まあまあまあ、多少は、悪くはならないんで、気をつけて行動すれば、本当ですね、うん、良くなるかは分からないけど、これ以上悪化するっていうことはあまりないので、はい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 、この辺をちょっと、なるほどなるほど、あの、意識せずにやってる人たちの言うことなんか聞かないで、はい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 、意識してやっていきましょう。やっていきましょう、ね、いやー、ちょっとやばいですね、今日いい話しちゃってますね。社会派番組なんで、はい、社会派の番組なんで、なるほど、これはそれ枠狙っていきましょう。そう、社会派枠でいきましょう。こんばんはっつあれですね、まあ、今年そのコロナ以外にもいろいろありましたよね。じゃあ お互いの今度は一大ニュースみたいな、お一大ニュースみたいな、その世間のでも、その世間のでもいいですし、はいはいはい、自分に起こったことでもいいですね。ああ、はいはいはい、名前わからないですけど、ちょっと世間のやつなんです。世間のやつですね。僕はなんだろうな、そう言っといてごめんなさい、言っといて何も思い浮かんでないです僕は。どうしよう。どうしようかな。なんだろうな。今年のニュース、皆さん今年のニュースありますか？なんだろうな。なんだろうな。今年何があったかな。今年何があったかな。あれ、壇蜜さんが結婚したのって今年でしたっけ？壇蜜さんがなんか漫画家と結婚しましたよね、うん、あれは衝撃でしたね。ね、うわっつってびっくりしたね。いや、壇蜜さんをね手に入れた男、羨ましい。まあ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 、わからんくはないけど、急に我が欲の話になるっていうすごいですね。なんだろうな、世間のニュースを、まあ、多分見てたんですけど、あんまり思い出せてないんですよね。なんだろうな。ジャイアンツ日本シリーズで2年連続の4連敗。いや、衝撃でしたね。あれは確かに衝撃でしたね、本当に。まあ、これになるのかな。いや、僕もこれ、おじゃあ先に出します。ブーン、多目的。どういうこと、どういうことですか、やっぱああいう、そういうことですか、この前会見してた人のことですか。ああ、なるほどなるほど、個人的にというか、それ出す2021年の一大ニュースって言ったらこれなんじゃない。あ、すごいですね。いや、あの時にあれですよ、あの時にいろんな YouTuber さん、うん、これについてやっぱやってたんで、とうとうモアキューライブもこれについて、あの、どうでもいい
そういうことっすね。どうでもいいんよ。そういうことっすね。ずっとずっとテレビでやって、どうでもいい。もういい。多目的トイレでね。そう。三五し、うん？3分5分そう、3分5分ね。で、もういい。そんなことみんな覚えて何になる？いや、そうなんですよね。そう。まあ、それを、まあ、ちゃんと YouTuber さんたちはいじって動画にするから、まだね、そういう人は。何ですか？シューマー。見てるシューマー。シューマー見てるんですか？配信見てるシューマー。ちょっと操作ミスってるよ。何ですか？何すか？え、何すか？ちょっと、シューマー、操作ミスってるよ。何すか、何すか？配信見てるシューマー。タイムアウト食らってるよ。タイムアウト食らってるんすか？ゴーさんが、うん。見てくれてるシューマー、ちょっと、ゴーさんが、ゴーさんがタイムアウト措置食らってるよ。え？見てる人もタイムアウト措置してるんですか？そう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 。ひどいことするな、あいつ。これ前、笹村もやってませんでした？そうそうそう。なんで僕の会の時みんなタイムアウトさせるんですか？何かしたいですか、そんな。ちょっと、なんかできるで。一応、すぐもできるし、それか、300秒間なんですよね、タイムアウト措置取れるのが。なので、まあ、5分間はコメントできなくなりました。マジかよ、かわいそう。ゴーさんが。ゴーさん、かわいそう。そうなんですよ。タイムアウト措置っていうのがあるんですよ。かわいそう。どうやったらそうなるんですか？なんか操作方法なんだよね。どう操作したらいいのかわかんないんだけど。かわいそうに。いや、ごめんなさい、ゴーさん。聞こえてないですよね。あ、聞こえてはいる。聞こえてはいる。あ、聞こえてはいる。コメントができないだけで。帰ってくるのかな。5分間。5分間ですよ。解除できるはずよ。解除できるはず。解除してよ、うん、しかもこいつのトップがなんすかこれ。シュッてシュッてシュだけなんだ。解除はできるよ。私も存在消されたしな。あー、かわいそう。愛さんも耳すら聞こえなくない？すいません、それは僕が分かんなかったです。誰かさんに、あ、誰だ？悪い人誰だ？まあね、本当に、まあ、まあ話は戻りますけど、はいはいはい、ね、本当にね、いろんなどうでもいい情報がいろいろ流れてましたね、本当その多目的トイレに関しては。そう、ね、そう、今裏で頑張って聞いてますね。その声がちょっとおもろいな。いやーね、本当になんか。まあ、いろんな、やっぱ、この中で、ん？伊勢や牧原。どうしたんですか、急に。そんなタイムリーではないですけど、なんていうんですか、こう。あ、すごい、もう、あ、すごい、止まんない。もう、どうしたんですか。あ、もがきライブ、そういう方向に行くんですか。そうなんですか。そういう方向行っちゃう。一大ニュース。薬屋ね、そうなんですけど。そうなんですけどね。いや、もっとあるでしょ。あるでしょ。もう私は言っちゃっていいですか。ちょっとこのままだ怖いんでね。あと、ね、さんのね、はい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 、普段のちょっと怖いところが出ちゃうと思うので、ね、私はこれです、はいはい、私の、はい、この一大ニュース、こちら。ディディディン、藤川球児引退。はいはいはい、いやー、これはね、うん、本当にね、衝撃だったんですよ。はいはい、本当に。いや、僕あれですね、小中とね、野球やっててすごく野球大好きで、まあプロレスにハマったきっかけで、ちょっとまあ野球とプロレスどっちも好きでってやってて、うん、で、ちょっと、高校卒業してぐらいからはちょっと、ちゃんと見れてはなかったんですけども、うん、やっぱ藤川球児、僕当時阪神が好きで、うん、もう本当に僕の中での、憧れの人が阪神での金本さんと藤川球児さんだったんですよ。はいはいはい、
そのもう僕の本当に青春だった、うんうん、あのもう金本さんの時で悲しかったんですけど、うんうん、もう金本さんがあの肩怪我しちゃって、はいはいはい、あの、そうね、そうなんですよ、ボールもちょっと投げるの難しいぐらいになっちゃって、ね、もうそれだけでもう悲しかった。でも藤川さんまでも、まあ、で一回そのあれなんですよね、その社会人野球というか独立リーグか、そう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 、独立リーグに、行って、藤川さんその阪神にいなくなっちゃったんですけど、でもそっからまた戻ってきて、うん、ね、やってたんですけど、ついに阪神で引退という ね、まあ、ね、うん、阪神で引退したのは素晴らしい、ね、いや本当阪神で引退したのがもうまた本当にもう嬉しくて、うん、いや本当、はい、あ、郷さんお帰りなさい、郷さんお帰りなさい、すいませんでした。ちなみにあのこのタイムアウト機能っていうのはあのモデレーターがついてる人しかできないんですよ。モデレーター、そう、え、あ、ダメだ、もう一人タイムアウトしたかもしれない。何やってんだよ、何やってんだよ、もういじるないじるな、何も、ね、あ、これ松原さんタイムアウトされてるかもしれない。何してんの本当に、おい何してんだよ。松原さんがタイムアウト、私の配信荒らさないで、食らってるかもしれないわ。今いい話してるんだから。でも大丈夫かも、大丈夫、あ、大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫ですか、うん、大丈夫、あ、大丈夫だ、よかったよかった、よかったよかった、私の配信荒らさないでよ。シューマのモデレーター外そうかな。逆にそう、あの誤操作でやっちゃったりするんですよね。あ、なるほどなるほど、うん、松原さんよかった、よかったじゃねえよ。で、どこまで話したっけ。どこまで話しましたっけ。もう、藤川球児の引退話してるのに。やめてーって。で、本当にね、うん、阪神でも引退してくれたことは嬉しいんですけど、やっぱ僕の一つの青春でしたから、うん、まあまあまあそうね、本当に悲しくて、で、まあ、その球場に行くことはちょっとね、こういう立場なんでちょっとやめようということで、うんうんうん、本当にもう悩んだんですよ、めちゃくちゃ、もう行こう行こうと思って、めちゃくちゃ行きてえと思って、うんうんうん、やっと思って、まあ、もう家で観戦に決めて、家というか寮 で、うん、で決めて、本当にそのでその中継見て、はぁってなって、ちょっとうーって沈んでて、うん、でなんかその後の報道番組で、うんうん、その特集みたいなのやってたんですよ。はい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 、はい、そのデビュー、入団してからどうのこうのっていうのも、うん、それ見たらもうブワーッみんなが、はいはいはい、なー、もうなんか久しぶりでしたね、あんなにこう、うんうん、心を動かされてこう泣いたことが、うん、ほんとそれぐらい、僕にとっては一大ニュースでしたね。もうあんなに、いや嬉しいし悲しいし、うん、もういろいろな感じがぐちゃぐちゃになって、はい、もうね、いやー、私は出演の方がいいってことですね、コメント辞退します。いやいやいや、コメントする気もあんまなかったやろ。ずっと潜ってたやん、お前。お前がおったの、俺タイムアウトしたから知ったの。いやー、本当にね、まあ、俺も番長の引退試合は、あ、普通に試合中に泣いた。いやー、確かに試合中に泣いたんですよ、試合中に泣いた。いやー、ありますよね、うん、だって引退試合で何あんなボコボコにされるピッチャーもいないのよ。ああ、なるほど、ちゃんと先発から投げて、はい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 、はい、7回、まあ6回と何分の3分の1か2ぐらい、はいはいはい、はい、で、10失点かな、10失点。そう。で、負け投手で、はいはいはい、そのまま降板して。で、ね、三浦はもともと勝てなくなったら引退しますって言ったのよね。はい、そうですよね。言ってましたね。はい。で、ちゃんとその年一勝もできてないわけ。ああ、なるほど。一勝できてなかったんですね、その年は。そう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 。だから、もう最後のね、引退の年で、ちゃんと勝てなくなったから、やめたっていうのはかっこいい、かっこいいですね、その潔いね、うん、やっぱなんだろう、こう本当にプロ野球って
今本当にちゃんと見れてないんですけど、まあそうね、本当にドラマがありますよ ね、 あるね。そのプロレスもそうなんですけど、うん、本当にプロ野球はプロ野球のドラマがあって本当にいいなって思いますね、うん、これ大丈夫ですか、コメントがもう中柊磨のことだらけなんですけど、ね、いや、もういいですよ、僕らの話大丈夫ですか、いいんですよ、大丈夫です僕らの大丈夫かな、うん、聞いてるかな、みんな。いや本当にパンチは伊達リーゼントしてないね、うん、まあ、それはそうですよ、まあ、うん、そうですよ、あれが似ら似合うのはもう当時番長しかいなかったです、本当に。いや本当に、でも本当に引退試合もいろんなドラマがありますよね、引退試合はある。引退試合といえば、横浜 DeNA ベイスターズ、小池正明引退試合。おー、これはね、数少ないちゃんと何球場に見に行けた引退試合。おお、いや、いいっすね、うん、そういう瞬間に立ち会えて。多分石井拓郎もかな。えっ、あ、すごいですね、球場で見た。なるほど、すごい、うん、ハマスターが確か最終戦、広島の最終戦だったシーズン、はい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 、だからそれは見に行った。いいっすね。ただやっぱ小池の方が、まあでももうその頃あれ、石井は広島だったから、はいはいはい、そこまで泣くことはなかったけど、はい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 、小池は泣いたね小池は泣いた、小池いたな、小池ボロボロ泣いた最後本当に。いやでも本当そうですよね、引退試合って、引退試合でホームラン2本よ。あ、すげえ、やばいよ。そうだったんですね、マジですごい。もうすごい、石井拓郎選手の引退試合見に行きました。私は、すごい一緒にいたんですね、内野 A に座ってました。あ、すごい、その時なかなかいい席じゃないでしょうか。いい席で、いい席っすね、うん、なかなか。小池で引退試合で普通に泣いて、で家帰ってやっぱニュース番組とか見るじゃん、はい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 、泣くよね。いや、そうですね、泣くよね。あんなインコース無理やり引っ張ってホームラン打って、で横浜高校の同級生の後藤も泣いてんのよ。そうだ、それがありがち。そう、それが超熱いのよ、はい、それがもう打席に入ってる時から泣いてて、でもうパーン打って、もうそっからもうちゃんと泣きながら最後隣にベンチに座って。そうだそうだ、それがありましたね。なんか5時まだやれんじゃねえかよって言ったらしくて、はいはい、はあ、いい話や本当にいいな、うん、マジでよかったお、じゃあ0125佐々木さんとも一緒にいたし、現地で見てたっていうことは、すげえ佐々木さんとも一緒にいたし、めちゃくちゃいる、さんとも一緒にいたんです、ね、めちゃくちゃいる、浜田さんに巡り巡ってやっぱこうつながるんですね何らかで、すごいなすごいですね、これは泣きまくり。いや、マジでマジで超泣いたよ、あんな。かっこいいですね、うん、かっこいい、かっこいい。いや、まあでも僕はでもやっぱ そうだな、その藤川球児の引退試合だな、最近で言ったら。なんだろう、今年でしょ？今年誰犯罪犯したっけ？なんで犯罪の方に行くんすか、今いい話してたのになんでそっち行くんすか、もう。あれ違った？あ、あとあれですね、清原さんがね、清原が、なんかノーシャブノーライフで有名な。いや、やめてくださいよ、あれ今年ですよね。いや、待ってください、あれ、荒れちゃいますよ、本当に下手したら、やめてくださいよ、本当に本当に清原さんがあれ復帰しましたね。復帰っていうか、なんか今 YouTube もやられてますよね。YouTube もやってて、あとはなんかこうなんだろう、その少年、少年野球の子たちに、野球教室みたいな感じで、うんうん、はい、やったりして、そうそうそう、はい、あれはなんかは、まあ、微笑ましいというか。そうだね、はい、あ、よかった。なんかノーシャブノーライフが俺大好きなんで何回も俺、いや、もうやめてくださいよ。石橋貴明さんの YouTube、もう俺、ほぼほぼ見てないのよ。ああ。ただ、あ、その回だけ俺、たぶん20回以上見てると思う。ああ、なんで。大丈夫、ノーライフって言った後の、石橋のツッコミがすげえ面白くて。
笑いながらひどいな、もうダメじゃん、シャブなきゃ生きていけないってことですよ、ノーシャブのライブってダメじゃん、ダメですよ、本当に本当に大事ですよ。まあ、まだそんな、そういう人たちが言ってるからいいんですよ。そうだ、ね、まあ、よくはないんですけど。まあ、あの一個の笑いですよ、ね、はいはい、これが。ここはダメですよ。本当に。いや、でも本当になんかちょっと、あの感動して、その、そう、まあ、少しながらも、まあ、ちょっと連盟とかでも除名されてるじゃないですか。はいはいはい。少しながらも、やっぱ野球に携わって、こう、少しでもこう貢献していきたいなっていう。ことをやってるっていうことが良、うん、かったなと思って、本当に。だってパッと思いついた、あ、これはもう真面目なやつ、はいはい、もう、パッと思いついた一番衝撃だったのは、もうマジで志村けんですよ。いや、本当だ、確かに、いや、そうだ、そうだ、パッと、いや、それはありますね、志村さんだ、いや、本当それはありますね、もう衝撃だった、マジで。いや、絶対ブーだと思ってたもん。いや、なんか、おい、いや、じゃ年齢的にね、年齢的に、いや、年齢的に、年齢的に、はいはいはい、はい、ね、高木ブーさんの方がね、年上ですから、まあまあ、そうですね、志村さんむしろ若い方ですね、そうですね、一番若いですもんね、そうそうそう、確か、ドリフトの中で、はいはい、の中で、うん、で、まあ、イカリアさんがね、亡くなられても結構何年も経って、はい、で、まあ、次は絶対ブーさんだと思ったんだよね次はいや、まあ年齢的にはまあ、なるほどなるほど、普通に、普通にですね、うん、そうですよね、いやー、まあ、ほんとそうでした、ね、あれは悲しかったですね、悲しかった、すげー寂しかった、ほんとに、はいはいはい、そう、なんかね、ずっと生きてれる人間、そうですよね、イメージなんでね、はいはいはい、やっぱり、ほんとに最上さんは何世代か、僕はもうバカ殿世代なんで、完全にもう俺らもバカ殿だ、あー、そっか、うん、でも最上さんは好きだから、そのドリフとかそう、だから親が買ってくれてた、あー、なるほどなるほどなるほど、うん、はいはいはい、あの8時だよ、全員集合のはい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 、はい、あるんで、なるほどなるほど、それでまあよくほんとちっちゃい小学生の時からずっと見てたんで、はいはいはい、いやーね、衝撃でしたよ、衝撃だった、ほんとに、いや、で、ほんとになんかすごいなんか悲しいな、悔しいなって思ったのが、うん、その志村さんの、うん、そのなんて言うんでしたっけ、いや、役志村さんのそのや役志村さんを焼いちゃう、あー、普通に火葬場、火葬場、そうそうそう、火葬場の、うん、骨を拾うこともできないんですよ、コロナのせいで。そうか、そうなんですよ、そうか、そこにも入れないし、一緒に入れないし、 そのお兄さんかな、お兄さんが、うん、なんか言ってて、うん、そのなんかインタビューとか来た時に言ってて、うん、もうそれが悔しくて悲しくてたまんないですみたいな、うん、もうその、亡くなってしまったのに、うん、その骨さえ拾えないっていう、うん、本当に、ね、そのだから最後の顔に、あ、最後の顔も見れてないわけじゃないですか。そうだね。いや、本当にそんなことがあっていいのかと思って。ね、本当に悲しいね、これは。いや、本当にそんなことがあっていいのかと思うぐらいの、うん、確かに今年は本当に有名な方が多く亡くなられた年なんじゃないかなと思いますね。コロナの影響ってのも絶対あるだろうし、いや、本当にそれがもう、いやー、それが一番本当にコロナ、まあね、コロナふざけんなと思った瞬間でしたね。いや、本当に、いやー、そんな悲しいことがあっていいのかという、だからあれだね、やっぱマラドーナも亡くなられたじゃん。ああ、そうですね、確かに、はい、そうです、そうだ、そう、まあ、俺でも知ってるサッカー選手、はいはいはい、そうですよね、僕らも、まあ、監督としてもね、はい、有名だし、はい、だから、ああ、寂しいなって思ったけど、俺はそのマラドーナの遺体とそのツーショット撮った葬儀屋の人が書類送検されたっていうニュース見て、面白いな、そんなことあったんですか、知らなかった最低だな最低だな。どういう神経してるんですか、マジで。すげえな。うわ、その人もなったんですか、うわ、マラドーナだっつって。なったんだ。あーってなったんですか、何やってんだよ、本当に。最低だな、本当に。もう、
そんな発想なんないからね。そんな時期あったんで。普通そんな発想ならないじゃん。いや最低だな本当に。何やってんだよ本当に、ね。一番踏み外しちゃいけないところだろ。人として、そう、めちゃくちゃそのニュース、ね、どんだけちょっとね、人としてダメでもそこがちょっと、うん、すげえな。岡村さんね、岡村さんも確かに、あ、ね、結婚されましたね。そう、結婚されて、あ、確かにびっくりした。はい、吉本独身会議でしたっけ、なんかそういうなんか扱いから抜けたんですよね。あともう今田耕司だけですか、ね。なんか結構岡村さんが結構上の立場にいたんですよね。なんか副会長だからなんかわかんないですけど、うん、もう除名すべきに除名になって、今田さんだけです。なんかどんどんいなくなってたらしいですよね。あの山、あの山、山ちゃんとか、はいはいはい、キャンディーズ山ちゃんとか、うん、何だっけ、ね、もういろんな人が結婚して、ね、いろんな人が。岩田さんはなんでですかね。なんなんだろうね。なんなんだろう。あのめちゃくちゃ綺麗好きな、お、はい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 、はい、っていうのは知ってるんで、でも、うん、そのそれは大変だろうけど、でも絶対それをもう受け入れてくれる人はいるとは思うなって思うんですけどね、はいはいはい、なんか勝手に思ってますけど。ねえ、20年結婚した有名人をちょっと調べますか。お、ね、いや、おめでたいことですからね、本当に。おめでたいニュースでいきましょう。あの悲しいことばかりじゃありません、本当におめでたいこともいっぱいありました、ね。最新、お、2020年12月10日、お、松坂桃李さんと戸田恵梨香。あ、そうだ、超絶ビッグカップル、ね、いやー、戸田恵梨香さんも綺麗、うん、いいな、ね、いいな、びっくり。で、10月1日、石原さとみさんと一般男性。そうだ、石原さとみが結婚した。あー、9月23日、なるみりこさんと一般男性。なるみりこさんはちょっと存じ上げないな。女優さんですか。女優さんですね。9月9日、小野ののかさんと、うお、そうだ、塩浦慎二さんですね。はー、小野ののかも結婚してしまった。やばいな。もう大変だ。で、9月2日、舞台女優渡辺杏里さんと、名田木たけし。そうなんだ。名田木たけし結婚したんですね。結婚しました、ね。知らなかった。8月24日、バンポブチキンのボーカル藤原、これなんて読むか名前読んで、名前わかんないな、が、一般女性の方と結婚しました。おお、ありがとうございます。8月7日、瀬戸康史さんと山本美月さん。おお、あ、瀬戸康史さん聞いたことあるな、なんか。あとは7月6日、水木奈々さんと、音楽関係者の男性。おお、音楽関係者の男性。8月1日、武田真治さんと静香まなみさん。おお、いっぱい結婚してますね、すごい。ね、いっぱい、いっぱい、思ったよりいっぱい結婚してた。まだ7月か。まだ7月。飛ばしていこう。飛ばしちゃった。まあでもね、本当にそのコロナ禍でね、みんな負けずに、ね、いい話題をね、提供してくれてね、提供っていうか、まあ、その時こそ、まあでも、なんか、コロナのおかげで、こう、結構、うん、カップルとか、夫婦でいたりとかも、結構なんか、こう、なんかこう本性が現れるじゃないですけど、はい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 、結構そこで、より親密になったり、逆でもそれでなんか一緒にずっと家にいたらなんか逆にもう嫌になっちゃったとか、もう、逆にこうくっはっきりした、うん、そうね、部分もあると思うんですよね、うん、なんかだからこそこうやって結婚も多いのかなってなんか思いますよね。確かに確かに、なんか、逆にこう、その、なんか今まではその仕事で結構まあまあいなかった人が家にいたらもう本当にもう女性側がムカついたりして、まあまあまあそうね、それで離婚までに至るの、いや、すごいやって思うんですよね。それはもう逆にそのバットなんですけどね。ただ、それで、あ、もうこの人と入れるなってなるのは素晴らしいことですよね。その、一緒によりこう、親密になって一緒に入れるなってなって、そうやって結婚していくっていうのも素晴らしいですよね。みんな大好きジャスミン・ユマが引退してしまった。ごめんなさい、ジャスミン・ユマさんは存じ上げないんですよ、私が。私もちょっと存じ上げない。みんな大好き、ユマとはなんだろうな、みんな大好きジャスミン・ユマさん、なんですかね、引退ってなんだろう。
あー、ニノも今年、去年去年じゃん。結婚っすか。うん、今年だっけ。去年じゃないっけ。ないな、ちょっと前な気はしますけど、ね、結構前なイメージがある。一番良かったのは、我が家さんが上着ライブを緊急事態宣言からすぐに始めてくれたことかな。4月からね、始めましたね。素晴らしいですね。いやでも本当にね、もがきライブがなかったらね、 2WF とかもなかったわけですから。本当にどうだぞ本当そうですよね。この前の 2W アワードもなかったぞ。本当ですよ。そうですよ。もう今年はなかったですよ。逆にもう本当にあれです。急にもう急にすごい急にすごい、こんな人じゃないの急に急にすごい。毎日配信素晴らしいよ。本当ですよね。セーダブロスにならずにしましたよ。あ、もう美味しいですね。皆さんが見てくれるからですからね。あー、もう本当に見てる人一人二人だったら続けてないからなるほどなるほど、うん、そうですね。いやありがたい、まあ、お互いにね、ありがとうございますですよ。まあ、これも挑むの一個ですよね。挑む自分の。あー、なるほどなるほど。挑むの一個ですよ。で、挑んできたら、挑んできたらじゃない、挑んだら皆さんがついてきてくれたと。そう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 。いやすごい、ね、いい話。いい話、毎日楽しい、ありがとうございます。24時間配信とかもやったり。いや、そうですね、やってましたね、うん、まあ、3時間ぐらい寝たり、みんな。そう、3時間ぐらい、ね、なぜか24時間で。お昼の2時ぐらいからかな3時間寝ちゃった。みんな寝ましたよね。寝ちゃったんですよね。みんな放送事故があったんですよ配信がちょっとずっと無音になっちゃう感じがね、あって。あー、ね、面白いな。まあね、来年の24時間配信はまあ、やるんすか。司会に花見達也を置きまして、私すべて企画をしてもらう。ちょっと待ってくださいよそれは動かすのは俺やるから。荷が重い。こうしたいんですけどっていう部分は俺はちゃんとやる。いや、できないな、24時間も24時間任されるってやばいな。花立つライブになる、そんなことはないですけど。いやね、あれなんですよ、365日やったらどうしようかって考えてはいるんだよ。はいはい、1年になったんですね。そう、1年間、まあ毎日やったら、まあまあまあどうしようかなと思ってて。はいはいはい、まあ続ける、そのまま継続。はい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 、毎日ではなく、まあ、毎週何曜とか、はいはい、そんな感じで、継続。はい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 、MC を変えて毎日継続。MC を変えて、まあ、俺も出つつ、例えば月曜は誰、火曜は誰みたいな。ああ、なるほど、あのあれだ、ジップみたいに。そう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 みたいにするんだ。みたいな感じで継続。はい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 、終了のどれかなんですよ。終了があるんですね。そう。うわー、ちょっと皆さんこれハッとしてますよ。やばいですよ。それはもちろんそうですよ。まあまあね、本当にね、おなみさんはもうあんま言うことでもないんですけどね、いろんな犠牲を払ってる部分もありますからいろんなね、犠牲を払ってきてる部分もありますからね。そうなんですよ。続けるのもね、本当大変な中、こうもうめちゃくちゃね。いやでも本当にちゃんと、もがみさんは頑張ってるからって言って、この前後輩にご飯をおごってもらいましたね。ねえ、いや本当にね、ジップ方式がいいんじゃない。おお、ジップ方式、うん、だからジップ方式もなんか総まとめが一応必要じゃん。まあそうですね、確かに。おのおのが勝手に好きなことやってて、もしかしたらちょっと被っちゃう可能性もある。確かに確かに。何かしらの総まとめが必要で、はい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 、それは俺じゃなくいたいのね。なるほど。あのなんか仕切りをしたくない。うん、わあ、なるほど。もう仕切りたくない俺。もう一その曜日の担当者として。担当者でもいいし参加者でいたい。なるほど。そう、ゲストでいたいですね。ゲストでいたい。うん、それは難しいんじゃないですかね。どうゲストでいたいの俺は。へえ。なんか尾上さんの次にそこ来る人いるんですかね。どうなんだ。最初はだって、最初は俺もそんなによ。今ぐらい全然喋れてないよ。多分一発目のモアキューライブ見てみ。多分そんな喋れてないよ。ちょっと見てみたいですね。ね。まあまずあのね、あれ、ツイキャスの方ってまだ見れるんでしたっけ？ツイキャスの方も全部 YouTube に飛ばしてるから。ああ、そっかそっかそっか。うん、おお。
と見てみたら面白いかもしれないですね。初々しい最上さんがね。そうそうそう。意外と YouTuber さんみんなそうっすからね。その、そう最初の、ね、最初の人らもう見てらんないぐらいの。そうそうそう。あ、この動画面白い。他の動画なんだろうって最初見たら、うわ、何やこれ。すまらん。すぐ出てくるんですかね、古い順で。そう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 。めちゃくちゃ面白いですけどね、うん。それも面白いですけどね。そういやー、でもそうっすね。それを言うのも考える時期ではありますよね。うん、言うても、だって、まあね、4ヶ月後っすからね。4ヶ月後ですよ、本当に。いやー、なるほど、なるほど。うん、これは、まあ、いろんな人と話し合いが必要ですね。そうそうそう。でね、例えば、うん、MC 変えるパターンが、多分一番やりやすいの。ほうほう。多分だけど。完全にガラッと。誰かに完全にシフトするんじゃなくて、ほう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 。その、うん、やっぱ、俺がいた方が、多分参加しやすい。だから他の曜日に入りやすい人もいるだろうから。いや、まあそうですよね。うん、そこから徐々に徐々にでもいいとは思う。はいはいはい、はい、うん。あと、ジップ方式でちょっと怖いのが、うん、やっぱ視聴者数がバラッと出ると思うんですよね。波が出たら怖い。いや、怖いっすよ。うん、もうその人地獄ですよ、うん。ジップ方式の難点として、ゲストが呼びづらい。ああ、なるほど。確かに確かに。そのゲスト、そこで呼んじゃ意味ないですもんね。そうそうそう。その呼びやってくれる人で呼んじゃ意味ないですもんね。うん、だから毎日やるとして、毎日一人ずつ置いたら、まあ7人使うわけよ。はい、確かに。だからその司会以外のこの6人は、もう出れなくなるわけ。確かに。やばいな。そう、そうなると、フリート1人で使えないって、クソきついでしょ。やばいな。うん、ええー、だからその辺がね、すごい難しいなと思って。ゾッとする。ジップってすげえな。はい。大規模でやってるからな、あれは。いやー。だからね。そう、花田さんはね、低評価一つで大落ち込みするんで、僕は。どう移行するか考えてはいるんですよ。はい、私も。で、まあ、言うなれば、私これ始めたのが、始めたきっかけは、別に、会社からどうこう言われてやったわけじゃないんで、自分でやったものなんですね。自分でこれやる、はい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 、やります。はい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 。それを求めたいね。なるほどなるほど。ちょっと1年終わったら MC 交換したいです。交換するよっていう人大募集。大募集。大募集します。大募集しますよ。大募集しちゃった。俺多分それしたらなんかオフの人がそわそわしそう。いや、そうっすよね。何もないって急に無くなるんですよね。そう、6時に、6時前に来なくていいんですよ、道場、うん、遠いとこから。そうだって0時にやってさ、1時に終わるタイプのやつあるじゃん。はい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 、はい、その配信もやって、で家帰って寝て起きて、今日配信ないのかって思っちゃうから。うわー、もう身に体に、うん、そう、身にすい身に染みちゃったんですね。そう、染みついちゃってんね。いやー、それです。言いたかったの、それです、ね、染みついちゃったって言いたかった。身に染みるわ。、うん、まあ意味は分からんくはないけど、ちょっと違うな。言い直したのに違かった。そうそう。びっくりした、うん、いやー、すごい。いやー、どうなっていくんだろう。確かに。だから、自主性ですよ。なるほど。そう、ね、インスタライブはね、ちょっとだけ飽きてきた。普通に飽き？そう。インスタライブに関しては、ちょっとだけ飽きてきた部分はある。なるほど。ちょっとだけ飽きてきた。そう、シンプルに。シンプルに飽き。なるほど。あと、まあ、忙しいのもあるし、ね。忙しいのもあって、もう、いやー、いいやと。あ、なんかインスタも毎日やってたんでしたっけ、一時期。一応ね、あ、一応やってたけど、忙しくて、それどころじゃねえなっていうのと、あとなんか、一回、なんか2日、3日あげちゃったら、なんか、いいかな。普通に思っちゃうんですね。そうそうそう。なるほど、なるほど。うん、いやー。飽きたならしょうがないんで。1年ちょっとね、1年、2年目のもがきゅうライブが果たしてどうなってるのかと。そう、どうなってるんだろうね。どこでもあるんですね。うん、いやー、これは、ねえ、どう、難しい。それがもう、
来年の一大ニュースになるかもしれない。なるかもしれないね。あとはね、違う配信媒体での配信も始めたから、インスタライブ以外での。あ、そうなんですか。そうそうそう。へえ。それはもう完全内緒でやってんだけど。え、そうなんですか。なんでですか。でもいつか言おうかなと。怖い。何ですかそれは。何ですかそれは。いつか言おう。あ、もうここでは言わないですね、絶対。そうそうそう。なんだろう、すごいですね。いやでもどうなっちゃうんだろうな。そっちにちょっと力を入れ始めてるっていうのもある。おお、うん。力を入れ始めてる。そっちの方にもね。おお。すごい。17ポコチャ？内緒です。内緒です。楽天ライブとか内緒です。楽天ライブなんてあるんですか今？うん、すごい。楽天って楽天ですよね。あの楽天です。すげえな。17最近なんか有名ですよね、チームとかも。まあまあそうね。あれ。CM、YouTube の CM でよく出てくる。確かに出てきます。めぐしは17って出てくる。あとはねえねえ、聞いて、レンズ入ってんな、あいつ。ふっつって。あれ僕好きっすね。大嫌い。僕も意外と好きです。ああいうの。入ってんな、あいつの後の、ちょっとの恥ずかし笑いがめっちゃ嫌い。あれが僕は好きですね。じゃあやんなよ。いや、いいじゃないですか。照れるくらいならやんない。いいじゃないですか。笑いにとって。でも最近その人が、でもおとなしいっすよ。何々です。どのコーナーですみたいな。僕の、そうなの。そうなんですよ。へぇ。最近おとなしいですよ。あれが逆に最近見ないっすよ。あ、レンズ入ってないっつが、まあ、確かに最近は見てないかもしれないなけど、その人と全く同じ人がなんか何々ですと、何々落ち着いた感じだったらちょっと変わるかもしれない印象が。全然でもやっぱいいっすよ。でもいやでもレンズ入ってないっつの方が好きだな。レンズ入ってないっつ嫌いだな。めっちゃいいじゃないですか。あとはなんだろう、なんか YouTube の広告さ、なんかうるせえのは嫌い。うるせえ。ライブ配信は17って1回2回見るぐらいはいいけど、もういっぱい出てくるとうるせえなこいつってな。あとはほら見て、ほらほら見て、ほらカニカニ始めてるの。うるせえこの野郎。渡部篤郎さんの出てくんじゃねえってめっちゃ言う。その点優秀なのは、これめちゃくちゃ優秀だと思うのはベンザブロックですよ。お、YouTube でのベンジャブロックの、はいはいはい、ありますね。あれは素晴らしい。ミルクボーイも出てる。程よい。ああ、なるほどなるほど。あれは全然見てて苦じゃない。なんて5秒のどんなんでしたっけ5秒の CM。うん、なんか、うん？何々から来る風といえば？ピボン。ピボンって答えて正解とかっていうやつなんだけど、あベンジャブロックは俺全然苦じゃない。そうだ。引き始めなんだっけ？服用し始めいつみたいなので、そうピポン何々世界これは どのこのって終わりますね。確かになんかそんなの見た気がする、うん、俺全然あれ苦じゃないわ。ああ、なるほどなるほど。あとは本当に片手で数えるほどしか見てないけど、今田耕司の鼻うがいね。もうあれは素晴らしい。あれはもう見ちゃうね。あの6秒間は全然苦じゃない。微妙な顔でジャバ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 やって、あれは素晴らしい。あれは素晴らしい。あのジャバジャバ絶対 CG ですよね。わかんないよ。やってんのかな、ちゃんと。やってるかもしれないよ。CG っぽかったなと。いや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 、あれだけ出るんで。私レンズ入ってますよ。レンズ入ってっつー。あ、ダメだ。全然何もかけれなかった。何もかけれなかった。あんだけ出てたら、できる場所限られるよ。ああ、そうですね。確かに。流しでしかできない。いや、ほんとそうですよね。あんだけ出る。外で、あーなんか話せないかーって、ブシューやるわけいかないですもん。あいつやべえ。なっちゃいますよね。なるなる。さすがに。あなた喋りうまくないですよ、全然。これはアコムの CM が好きなの。アコムの CM、ね、アコムなんでしょ。女性メインだったら最悪いいんですよ。あれ、なんだっけ。なんかこう、二人重なってて、こう、出てくるやつありますよね。なんか渡辺、最初は渡辺篤郎だけかなと思ったら、なんか横からこう、女性のパティシャが出てくるみたいな。なんかあるんですよ、なんか。ある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 。で、アコムみたいな感じで。好きな CM あるかな、最近。なんだろうな、好きな CM。なんか、でもやっぱ、あれ、うまいなと思って、やっぱちょっと気になっちゃうじゃないですか。あの物語、あれ、まあまあまあ、その、なんですか、うん、コスメじゃなくて、そういう、なんか、
あの美容系の商品ってなんか結構やっぱ物語が気になっちゃうなっていう、どういう結末を迎えるんだ、ちょっとだけ、そうちょっとだけ見ちゃうんだよなと、たまにあるろくな結末迎えてろくな結末っていうか結俺が欲しい結末まで行ってないで終わるやつたまにあの、いやその2分 何秒じゃないですか、うん、あれ、いや本当損しますよね、損する、いや本当に、いやもう一時期さ広告59分ぐらいの出てきたことない、え、ないです、わかんないです、ちゃんと見てないかもわかんない、影の人の演説してるやつ、公演みたいなやつ、あったあったあった、そう働き方改革だ、そう、って思って働き方改革だ、もちろんあの6秒でスキップできるからいいんですけど、そうだ、何この広告、あの講師の人のあれですよね、ハゲてる方めちゃくちゃいいじゃないですか、ハゲってそう、働き方改革ってね、あんなの働き方改革じゃないんですよって、そう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 、めちゃくちゃ怒ってるんですよね、そういいですか、そう鴨頭さん、そう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 、あれ確かに一時期ありましたね、あれ59分あったんですか、50分ぐらいあった、動画 CM っすか、そう CM でびっくりしたもんだから、すげえな、押していこうとしてますね、うん、YouTube もスキップもできないから、聞きたい話があっても全部フルで聞くしかないから、えスキップできないですか、広告はスキップできない、ああそうなんですね、うん、一応広告だから、あれ、ああそっかそっか、すげえな、60分の CM、うん、本当ですよ、衝撃、誰向けで出したんだろう、いやだからみんなに本当の働き方改革をしてほしいっていう YouTube なんかこうやっぱいいじゃないですか、こう YouTube 見て、よし、はいはい、じゃあ俺も YouTuber になるなんて考え、そうじゃないぞと、はいはいはい、YouTuber も苦労してるし、まあね、働くというのはこういうことだっていうことで、はいはいはい、期待だったんじゃないですかね、わかんないですけど、そんな昔で言ったら安倍亮さんの CM 広告とか嫌いでしたね、安倍亮さん歌うというやつ、政治的なやつをなんか歌に乗せて、広告であったの、はいはいはい、嫌いだな、あとあれだ、思い出した、最近多いのがあれですよ、あのYouTuber たちとか、年越ししようみたいな CM が多い、 あるあのすごいですよね、あのジャニーズカウントダウンみたいなことを多分 YouTube でもやるんですよ、あれがすげえなと思って、やっぱなんか時代ですよ ね、 ね、その YouTube が本当に来てるっていう、あのなんか本当にそのなんだっけ11時何分からその年明けの1時何分かなまでそのいろんな YouTuber が出てそのなんかいろいろやる、本当に多分あのジャニーズカウントダウンと一緒の YouTuber カウントダウンみたいな感じなんですよ、いやすごいですよね、あれあとあれなんか宅配のやつかな、なんかハンバーグ師匠がハンバーグテイクアウトしてる、ああるあれもよく見るあるよう見る、あれはまあ別にあれはいいですよね、あれは別にそう思ったらあれすごいですね、あれすごいですね、ハンバーグって言ってあんなね別に人をイラつかせないというかね、そうあんな心よく受けられる、あれはネタってのはすごいですね、みんな無料会、そう確かに広告だからね、はい、広告あると無料だからね、あれプレミアム会になると月いくらぐらいなんですか、だから全然わかんないですよ、やっぱもう YouTube はやっぱずっとこう無料で見られるからっていうのに来ちゃってるんですよね、そうだよね、だからまあまあまあ全然広告とかでね、ニコプロの方は登録してるからさ、俺ニコプロは有料会員だよ、はい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 、他では有料会員あんまなりたくねえななるほどなるほど、はい、ということでこんな感じで終わりにしましょうかね、あ、はい、早い1時間経った、予定はね、予定は19時半頃から取り置き配信やります、大変だ、この後1月3日から1月31日までの、はい、全興行の、取り置き配信を行いたいと思います、皆さんよろしくお願いいたします、ほんで、明日のもがきゅうライブは0時から、取り置き配信が0時以降に入った場合はそれ以降となります、じゃあだって遅かったらじゃあ3時4時からってこともあるわけですか、ありえます、ね、いやすごいなそうなります、ご飯だから途中から見ます、ありがとうございます、そう明日のモアキューライブは、その時間帯にやります、すいません明日ちょっとね用事があるんですよね、いつ寝るんやバケモンで、12月31日、お2020年ラストの2020年ラストですよ、モガキューライブはラスト、お昼の12時頃にやろうかなと思います、ほう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 、なんかそれぐらいの方がいいのかなとも思って、
なんかね、他の時間帯に差し掛かってくるともう、テレビがね、面白いテレビたちが始まるじゃないですか。はいはい、確かに確かに。見たいですし、皆さんもね、ちゃんと気持ちよく見れるように、ね。そうそうそう。お昼の12時か、もしか、まあ、3時ごろかな。はいはいはい。昼ごろあたりですね。15時とか、そのあたりにやろうかなと思います。ほう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 。なんで、ぜひともね、皆様。ご視聴のほどよろしくお願いいたします。2020年もね、残りモアキューライブできるのは2回となりました。はい、いやそうですよね。いやもうやばいですね。はい、じゃあということで、あと2回でもしたら新年明けましておめでとうございますですよ。そう、元旦はちょっと何時にやるかまだちょっと分かんないね、固まってからね。はい、ということで、スーパーチャットしてくださった方々ご紹介させていただきます。はい、ニョニビビさんありがとうございます。ありがとうございます。 MTKAK さんありがとうございます。ありがとうございます。0125佐々木さんありがとうございます。ありがとうございます。ニョニビビさんまたありがとうございます。ありがとうございます。はい、という感じで、本日のモアキューライブ以上で終了したいと思います。ございます。19時半予定で、取り置き配信を行いますので、ぜひ皆様ご視聴よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、また数十分後にお会いいたしましょう。それでは皆さん、すごいな。さよなら。さよなら。ありがとうございました。やべ、途中からミシェル君いんの忘れてました。ミシェル君は何者なの？いや、僕の友達ですって。うん、ちょっと次回から呼んでこないでね。